体内に強力なスプリングを内蔵している。間合いに入ったら躊躇なく武器を使用するだろう。来い。なぜ来ない。何をしている。なぜ動かぬ。手か肘か足か。これが男の戦いと呼べるのか。これはファイトじゃない。どういうのがファイトなんだ。ならば私から質問しよう。勝つために拳銃が必要なら迷わず使うべきだ。世界チャンピオンを目指したり、私だけが知っていれば良いことだ。君にとって最強とは。敗北を満喫する最良の方法。全力を尽くした末に勝利を奪い取られること。ファイターは本当に甘い。君に向けてスイッチを押したいところだよ。私に仕留められずにスイッチを押せたらの話だ。最愛に比べたら最強なんて上がっていいかな。バキ君のことずっと考えてたわ。他のことが考えられない。何をしていても頭の中にいつも俺がいる。まるでハイタのように何をしていても個性が消えない。ごめんなさい、お休み邪魔しちゃって。自分の気持ちを伝えたら少し落ち着いた。嬉しい。止まっていけよ。止まっていけよ。小瀬服を脱いでる。俺の寝床へ入ろうとしている。裸で呼吸音が近づいた。入っちゃったよ布団に。触れてるつうか密着してんじゃん肌。全裸じゃない。脱がすのか。俺がなんてでかい音。これじゃ起きてんのバレバレじゃん。起きてるくせに何にもできない俺のこと。こんなに大きいの。バキ君の背中。幾人もの巨人を倒してきた鋼鉄の体が。あなたは誰のものなの。バキ君、今は私のもの。抱きしめられてる。唇が肩に触れてる。気づかずに眠り続けるのは超不自然。テヤルさん、何を。セックス。趣味悪すぎるぜ。せがれのジョージ覗き見るなんてよ。挑まれたメスに背を向けて震えることをジョージと呼ぶなど、生物史始まって以来のことだろうぜ。貴様が色と戯れる日々に、物知らぬ浅はかな者どもが毒にも薬にもならぬ駄菓子のごとき助言、禁欲の果てにたどり着く境地など、あくまで喰らえ。飽き果てるまで喰らえ。喰らって喰らって食らい尽くせ。自己を高めろ。メスとして飽き果てるまで食らわせつつも足りぬメスであれ。食らうの。君とセックスをする。強くなりたいから。小杖とだけしたいからする。次回二人が会うとき俺は君とする。お待たせいたしました。小豚の丸焼きを一人で食するのか。2メートル10センチ。小豚の丸焼きがものの10秒で。どこかで見た顔だと思った。中国憲法の烈海王ジャックハンマー。極度のドーピングと常識外れの鍛錬によ、ハンマ裕次郎の息子であり腹違いの兄である。アナボリックステロイド。神聖な格闘技の試合に薬物を用い、ジャック、決勝戦を辞退するんだ。両手ならナチュラルな俺に負けるはずはないとでも思うかい。薬物が卑劣だから試合を止めるわけじゃない。嘘じゃない。君の体はもうボロボロに崩壊しているんだ。地上最高の兄弟喧嘩だ。そんな気がしていた。心配するな。思い切り叩き潰してあげよう。ありがとう。俺もこの技を最後に。俺、その時あなたが立っていたなら。お前がチャンピオンだ。別人じゃないか。3人目の兄弟。しかし私を知っている。打撃格闘技において身長は重要なファクターを占める。よもや身長を見誤ろうわけもなく、成人を迎えた者の身長がこれほどまでに伸びるなどということが、医術と格闘術を掛け合わせた技で人体を破壊する、そして血の儀交渉の実の兄である。この病院に運ばれた弟は幸運でした。爆発物の使用による決着、よしあしの判定に議論を待たない。交渉が自ら踏み込んだ。これは試合などという生優しいものではない。これほど顕著に現れた例は世界でも空前だろう。しかも1年にも満たぬ期間で
20センチ。慎重に正比例するように伸ばしてさえいる。重症にあえぐジャックレハに希望した骨延長手術は、都合8箇所切断による延長という非常識である。2度目の手術を断念する患者もいるというのに。ブラザーシップに興味はないが、俺があんたの仇を討つことになるだろうな。買い物帰りの2人が偶然出会ったということか。逃走開始が約束になっている我々だが、こんな場所ではそうもいくまい。このまま別れる手分けにも行くまいし、乾杯はできねえわな。慣れるにつれてやみつきになる。血の気交渉を相手に爆薬を使用したそうだな。アンフェアだというつもりかな。私は一向に構わん。目には目、歯には様は中国武術をなめた。熱いんだ。切られると俺が。急所を少し外しちまった。出血多量、これほどの影響が。これが どうした。あと一歩だぜ。逆転の可能性は果てしなく皆無。つかぬ敗北を喫した仲間を見てきただろうに。忘れ物だぞ。ジャックってんだ。あんたの敵だ。元気になったら俺と遊ぼう。そん時は素手だ。中身が金なら何でもいいだろ。そりゃそうだ。見逃してやる。その財布を置いて去れ。おっさんが立て替えてくれ。試しちゃうよ。20万ボルト。
東洋の習慣は無知なことゆえ、私に輸血をしてくれたと聞いている。心から礼を言う。他にもまだありそうだな。この場であなたたちを葬ることにした。対立する者同士、決着は必然ゆえ。よし、お前らは見学してろ。空手のフリーファイトということなら、私も空手着に。何考えたんだか。アルミ箔大火服、空手じゃない、先手をこなまず。なんだ、手をか。パス、ガストーバーン。新進会だってよ。空手の、ひでえことしやがる。てめえで火つけといてどこ行こうってんだい。